ウーバーイーツ不法就労で書類送検決勝が22日に不法滞在しているベトナム人らを配達員として雇い不法就労を助長したとしてウーバーイーツとウーバーイーツの元代表さらに元社員を書類送検したことが明らかになりました決勝の調べに対し元代表は容疑を否認し元社員は問題があることは分かっていたと容疑を認めております 警視庁によれば、昨年1年間で少なくともウーバーイーツにおいて184人が不法就労しているとされており、このような犯罪行為が多発していたことが確認されてしまいました。ウーバーイーツにおける不法就労の問題については、このチャンネルにおいても紹介しておりましたが、今回ようやく 摘発されました現状、国内において、このような不法就労に加担する企業は厳しく取り締まられておりますので、ウーバーイーツだけではなく、日本で活動するすべての企業の皆様には、対策を徹底していただくようにお願いいたします。以上になりますご静聴いただき ありがとうございました。